東日本大震災の発生から今日で12年、各地で追悼式典が行われ、出席者は地震発生時刻の午後2時46分に犠牲者を悼んで黙祷しました。黙祷。警察庁によりますと、東日本大震災による死者は先月末現在で1万5900人。 不明者が2523人となっています12年間でインフラ整備は進んだ一方東京電力福島第一原発事故などにより全国でおよそ3万1千人が避難生活を余儀なくされています福島県主催の式典に出席した岸田総理大臣は復興に取り組む決意を改めて訴えました引き続き国が全面に立って 復興の前提となる東京電力福島第一原子力発電所の安全,安全かつ着実な廃炉とともに帰還に向けた生活環境の整備や産業成り合いの再生支援を進めます。